もしもし、みんな聞こえちょる？お疲れ様。こんばんは。わあ、みんな待機、待機ありがとう。ほいじゃほいじゃね、待機してくれちょったいなのね。お名前読み上げするか？あ、みんな公務員じゃよ、公務員。マネ太郎さん、待機ありがとう。ジルクさんも、待機ありがとうじゃねー。ヒロスンさんも、待機ありがとう。アトンさんも、待機ありがとうじゃねー。あ、タミガラスさん。あ、もしよかったらね、もしよかったらね、タミガラスさんの、今ね、もうみんなの集合場所作ったの。お名前の変更わかるかね、右上のね、はぐれまんところからね、そう、個別の名前変更できるんよ。チャットに入った人の。もしよかったらね、すごいゲームのオープニングよかったら、あって大丈夫じゃよ。あって大丈夫。旅ガラスさんがね、あったっていうのがわかれば全然大丈夫。オッケー。あ、まさひろさんも待機ありがとう。マリアさんもね、いや、今日本当に暑いね、本当に。みんな大丈夫？飲み物の用意できちゃる？あ、まさかさんもカンムイ、遊びに来てくれてありがとう。あ、スカーレットニードルさんもカンムイ。セブンさんもこんばんは。つみきくずいさんもカンムイ。あ、スカイゼロさんもいらっしゃいじゃね。まだご飯食べちゃる？あ、ゆっくりでいいからね。あ、そうなの？ 7 分あるの？どうしよう、どうしよう。ほいじゃん、ほいじゃんね、最後に貼ろう、最後に貼ろう。ね、7分、どんなすごい対策オープニングなんだろう。逆にすごいちょっと気になってきたか？ね、今ね、みんなにね、見てもらいたいんじゃけど、概要文のところにね、URL 貼っちょるが、そこからね、すごい、いつもの競馬の動画の動物ちゃんみたいな感じでね、みんなでね、すごい映像鑑賞したら良いなって思っちゃるが、まず最初にね、うちがね、ちょっとお試しでね、4つ入れちゃる。ね、ルパンが終わったらね、あ、もう解放しようかな。ちょっと待ってね、今から解放するが。これでね、みんなね、好きな曲ね、どうしよう。ね、最初はじゃあ一曲ずつ入れてもらおうかなって思うが。おすすめのオープニングね、すごい。映像がすごいとか、お歌がすごいとかね、いろいろあると思うよ。よいしょ。はい、これでね、みんなも追加できるようになったと思うから、動画のね、また分かりづらいんじゃけどね、そう URL のところでペタッと貼ってもらったらね、追加できると思うから、よかったら一緒に見よう。おいじゃ、おいじゃ、早速みんなで見てこう。場所変えるか？はい、おいじゃね、あ、逆にね、みんな追加せんかったらね、うちの好きなオープニングいっぱい流しちゃうけんね。ほいじゃ、早速再生していくが。いやー、すごい。懐かしいね。これすごいいっぱい再放送やっちゃるよね。あ、ほんとにスカーレットニードルさん、見つけられんかったね。いや、できればね、YouTube の上がっちゃるやつがいいんじゃけど。あ、冷蔵デリックさんね、ちょっと、そう思うんよね。ちょっと、一個もちょっとね、なかなか大変だと思うけど、ちょっと、最初にお勧めしてみるが。ね、もしね、なかなかすごい増えそういなかったらもうね、これ見てって人ぜひぜひね、どんどん増やしていって、みたいな感じにするか？旅グラスさん、草。ねえ。あ、そうなの、積み崩しさんね、そう。
そうなの、覚えたからちょっとね、入れたがすごい寂しゅうなるね、本当に。あ、ジュノさん、いらっしゃい。あ、公務員さんよ、遊びに来てくれてありがとう。そう、みんなでね、オープニング映像鑑賞してるの。多分これね、今配信でね、追わないとね、ちょっとすごく物足りないから、多分アーカイブはすごい、わけわからんことになると思うが。ね、ぜひぜひ今見てってほしいね。あ、YT さんいらっしゃい。ね、あ、旅先でしょうちゅん、ありがとう、遊びに来てくれて。ね。あ、ね、そうそう、スカイゼロさん、気にしちゃダメよ、気にしちゃダメよ。どんどん投下していこう、もう。いっぱい投げていけば、バレン。むしろね、すごい、同じ世代の人にビビッとくるかもしれんが。あ、ルローニさん、いらっしゃいじゃねえ。ねえ、ソワンさんねえ、そうなの、いやー。ねえ、うちガオガイガーのナレーションとかで知っとるからすごいショックじゃねえ。あ、ねえ、ツミックスさんね、そうそう、ルパンルパーンってね、そう。違うよね、違うよね。あ、そうそう、ジュノさんね、そう、1分半でね、お願いしようかなって思うが、ちょっと今回1回目の配信だから、そう、お試し。うまくね、これがすごい、配信うまくいったら、なんじゃろう、うちの好きな特撮とか、旅ガラスさんが言うちょっとね、ゲームのオープニングとかね、そう、いろいろね、すごい、いろんなジャンルでみんなで見たいなって思っちょるが。あ、これね、すごい面白いんよ、このアニメ。キャラクターもすごい可愛いの。あ、本当に、マリアさん。あ、本当じゃ、クラリスじゃん。今気がついた。ねえ、そうそう。あ、ねえ、そう、旅ガラスさんね、そう、オープニングね、そう、良さそうなの、これしかなかったんよ、ルパン。ね。あ、ほんと、旅ガラスさんありがとう。よかった。うちのね、オープニングストックに出さんくて大丈夫そうじゃね。あ、誰、ダンボール線切れてくれたの。ありがとう。これね、最後、お尻をね、ピシンって蹴るのすごい好きなの、かわいい。ねえ、そう、すみきくずしさんね、リコリスおすすめじゃよ。これね、そう、おすすめされたの、オープニング。うちね、これね、キルラキルまだ見ちょらんの、これ、面白い。ね、あ、かわちゃん、いらっしゃい。みんな突っ込んで。あ、るろうにさんも気になっちゃった。あ、おすすめじゃね、結構見やすいね、すごい。うちちょっと怖いアニメかなって思っちゃったけど、大丈夫。あ、誰?ジーが入れてくれたの誰?ジーが入れてくれたの誰?ありがとう。この前配信でね、すごい話題出しとったから、うちもこっそり入れようと思っちゃったが。おー、すごーい。いや、作画すごいね、これ。かっこいい。グレンラガン作っちょるところよね、ここ。中島さん知っちょるの、仮面ライダーフォーゼの人。あ、ルローニさん入れるところはね、映像のね、上のところにね、うっすら見えん、YouTube を URL ヒアーって書いて、文字が書いてるところ。そこにね、ペタって貼ったらね、すごい大丈夫。エンター押したらね、登録されるが。おった、なになに、かっこいい、なになに?ブルース・レイン。綺麗じゃねえぞ。
すっごい大人のアニメじゃん。アクションものかね、これ。おー、かっこいい。このアングルかっこいい。ねえ、そう、マリアさんね、ちょっと、ねえ、YouTube にね、全部揃っちゃったのがちょっと悔しいな。え、なにこれ、サスペンスもの？探偵ものみたいな感じかね。おー、すごーい。え、絵もすごい、うち好み。かっこいい。え、これ後で調べちょこう。ねえ、積み崩したね。そう、今日はね、みんなに飲み物とかね、ご飯食べたりとか、お作業しながらね、一緒にゆっくり、オープニング鑑賞しよう。すっごいよかった、今のオープニング。感動。かわいい、かわいい、なにこれ、なにこれ。4月は君の嘘。タイトルは知っちょる。わ、渡るが入っちょる。嬉しい。すっごい作画綺麗。何これ、かっこいい。すごい。すごいね。音楽ものなんじゃね。うわー。すごい、見てみたい、これ。すごい気になる。あ、スカイゼロさんが初めて見た新アニメ。初めてこれ、羨ましい。あ、むちゃくちゃ泣けるアニメでおすすめ。あ、ほんと？石黒恭平さん。どこが作っとるアニメーション、アニメ？すごいね。作画すごい綺麗じゃった。いやー、ダンボール戦記。あ、そうなの、大好き猫さん。ねえ、いや、ちょっと見てみたいね、見てみたい。ねえ、あ、プラもね、いっぱい持っちょる人おった、おったね、すごい。ね、必殺ファンクション。あ、トリカラさん、コンブイ。ラビニさん、いらっしゃい。ねえ、そう、ダブルね、ダブル。いや、ねえ、続編もすごいかっこいいよね、ロボットン。いやー。ねえ、すごい。本当に CG がすごいよね。今見ても全然綺麗な絵、オープニングじゃね。今あれじゃよね。メガトン級武蔵やっちょるよね。いやー、かっこいいね、すごい。あ、セブンさん、あれ、エンター押してダメ。あ、G ガン来ちゃう。ダメ、UR コピーで、エンター押したらね、いけるはずじゃね。もしかしたらもう入っとるかもしれんが。ねえ、かっこいい。すっごい絵が綺麗。うち、この人の、ミスター端っこもすごい好き。ねえ、ヒロスンさん、すっごい懐かしい。ねえ、積み崩しさんね。じゃあ、ねえ、かっこいい。ねえ、そう、ボロボロのシャイニングガンダム、すごいかっこいい。あ、反応しないの、なんでじゃろう。
どうしたらいいんかな。みんなあれじゃよね、URL、うまいこと引っ張っていけちょるようになんてじゃろう。他の動画とかでちょっと、他のオープニングとかちょっと貼ってみて。大丈夫な、ほんと、なんか制限かけちょらんから大丈夫なはずなんじゃけど。フィルさん、こんむいむい。遊びに来てくれてありがとうじゃね。ねえ、マネ太郎さんね、ジーガンかっこよいよね。面白い。おお、セイントセイヤ。かっこいい。冥王神話。すごい絵がかっこよくなっちゃる。外伝かね、外伝かね。キャラデザ好きかも。カニ座の人じゃ、カニ座の人。カニ座の人は知っちゃるうち。ね、英語じゃん。かっこいいね、すごい。セイントセイヤって海外でも大人気なんよね。ねえ、まさひろさんね、ジーガンかっこよーい。ねえ、そう、スカイゼロさんね、Z も好き、Z も好き。特撮メドレーとかやりたいね、今度。いやー、やっぱりこの鎧のデザインすごいかっこよいよね。いやー、すごい、面白い。ね、魚座がこの作品 当時のあれの人たちがちょっとフォロー入っちゃるね、フォロー入っちゃるね。ブラクラ入れてくれたの誰？ブラクラが。ね。焼きたてジャパン入っとる！うちこれ大好き！わたるきちゃん！ね、面白かっこいい。最近もね、アニメやっちゃったよね、最近も。レローニさんも入れられた。よかったね、よかったね。ねえ、セブンさんにもなんか入れてほしいのに、どうしたらいいんだろう。ちょっと待ってね。触ってみるが、いろいろ。制限はなさそうなんじゃけど。いやー、すごいね、このコロナ。これが毎週見れちゃったの、羨ましいね、すごい。竜ナイト知っちゃる、竜ナイト、タイトル知っちゃる。おー、敵もすごい強そう。いやー、かっこいい。いやー、すごい。ワクワクするね、見とるだけで、本当に。ダミニさんね、そうなの、ちょっと、一応今、旅ガラスさんのね、オープニングもね、最後にみんなで見れたら良いなって思ってるから、よかったらダミニさんも最後うちが号令かけた時に入れてくれる？合図したら。ワンピース！前期か後期かもわかるの？ええー、オープニングじゃなくて映像が変わりよるんね。7頭身のプラモが、ええー、ほんと？おお！テンション上がるね。今映画やっとるよね。おお、すごい！これあれじゃない？最初のオープニングと動き同じじゃん。おお、すごーい！戦和記念でこんなことやっちゃったの？すごーい！おお！今のめっちゃエモーい！ほんとにメリーゴーと動き一緒じゃん！わー、懐かしい！おお、カイドウがおる。ねえ、
トリーマン来とる、パトリーマン来とる。おお、すごい。いや、これリアルタイムで見たらすごい感動、声出ちゃいそう。え、ガイドが出ちょるってことはもう、ワノ国の、あるよね。え、こんなんやっちゃったんじゃん。あ、ジュノさんが、ありがとう。パトレイバーもすごい映画でしちょるから大好き。やっと安心宇宙旅行、これもタイトルしちょるやつじゃん。え、すごい。面白そう。なにこれ、宇宙大冒険もの。河合健二さんおる、河合健二さんおるよ。すごーい。ダブルオーの人、ネクサスの人。あ、 NHK のアニメなのこれ。わ、かわいい。え、なになに、あの39みたいな感じ。なにこれ、すっごい気になる、めちゃめちゃ見たい。うわぁ、面白そう。なにこれ、すごい。監督さんのお名前見たことある。あ、旅行会社のお話なんだ。なにそれ、すごい。え、今流しても全然人気取れそうじゃないこれ。面白そう。あ、ヘキルさんが歌っちゃったの？あの、レイアースの人じゃよね、知っちょる。あ、セレクター。あ、これ、あ、ビクロス知っちょるこれ、あの、超闇のゲームのやつ超闇のゲームのやつじゃん。みんなの、このゲーム、ウィクロスやっちゃいけんよ。あの、魂取られてしまうけん、あの、大変なことになってしまうけんね、そう。いや、でもすごい。映像もすごい綺麗だよね。キャラクターも可愛いね、ほんとに。あ、ねえ、マネ太郎さんね、すごい、あの、かっこよくてすごい楽しそうじゃったね、あの、さっきの宇宙旅行。やっと安心宇宙旅行。覚えたね。いやー、カルちゃんに聞いてみようが、あの、ね、ウィクロスみたいなことになってくないか心配だね、すごい。いや、でもすごいキャラクター可愛いよね。この白い子可愛い。え、これってハッピーエンドで終わったのかな？なんかすごい大変な宇宙アニメって聞いて、あの、うち警戒して見てなかったんじゃけど。あ、マネ太郎さんありがとう。おおさっきとの落差よ、さっきとの落差。いやー、こういうメドレーをみんなでやりたかったんよ、ほんとに。この落差を楽しみたかったの。いやー、ありて、入れてくれた人ありがとう。ね。かっこいいね、かっこいいね。わあ、かっこいい。さっきの段ボール戦記とは全然違うね。ね、あ、ね、ドラゴンね、そうそう、あの、最近やっとったよね、ゲッターの。このオープニング流れちゃった気がする。ね、あの、最近やっちゃったの、アークすごい面白かったが。ねえ、そう、ゲッターかっこいいよね。ね、新ゲッターロボ。え、ほんと、誰入れてくれたの？ありがとう、マサルさん入っちゃるの？
おー、すごい。いやー、こっちもすごい楽しそうじゃね、きっと。博士すごい悪さ。ラスボスみたいじゃね。あ、ブラックラグーン。これもすごい、オープニングがスタイリッシュだよね。すごいかっこいい。で、このテロップ、テロップ。テロップも込みのオープニング。あ、ねえ、そう、にゃんこさんね、そう、ジャムプロの歌が良いよね、本当に。おー、すごい。あ、CG も入ってるんじゃ。ええー。すごいね、10の作画が。うちゃんの、他のじゃと、あるじゃね、ヨルメンガンドすごい好きなんよ、ヨルメンガンド。先輩にね、そう勧められて、漫画も貸してもらってね、そう、その後アニメ貸してからね、アニメも見たね。ね、あ、ハトンさんに大丈夫かな、URL が貼れたら全然大丈夫なんじゃけど、ね、ぜひ一緒にね、オープニング鑑賞したいな。え、そうなの、ラミリさん。私かっこいい、なんかね、そう、英語で歌っちゃう歌だと思っちゃったのに。ねえ、そう、かっこいいね、ほんと。あ、ねえ、そうそうそう、キャスティングもすごいぴったりだよね。みんな女性キャストがみんなドス聞いちゃる感じ、すごいかっこいいね。あ、ヨルムンガンド入っちゃう、やったー。これ大好き。ねえ。いやー。いや、もう漫画も買っちゃったね。これすごい大好き。笑顔上手じゃね、これ。あ、これね、これに、本物のパンも売っちゃったね。本物のパンも売っちゃった。うちね、これ見てね、これ見てね、本当にパン試して、ジャパン作るの試してみたいよ。作ったの試して、大失敗して、一生懸命一人でに泣きながら食べたの。いやー、懐かしいね、すごい。ねえ、ラビニさんね、ジャパンいいよね。ゼルクさん。草、そうね、そうそう、ラストそうなっちゃうよね。そうなんよ、炊飯ジャーパンっていうね、炊飯器でパン作るっていうのやっちゃって、そう。いやー、単品で食べるにはあまりにも辛くって、カレーのルー、温めてね、そう、ナンみたいにして食べたが。あ、デジモンアドベンチャー。おー、すごい、懐かしいね。これに映画がすごいね、映画がすごいやつじゃね。いやー、すごいね。ね、あ、ウォーゲンもね、そうそう、ゼルクさんね、そうなんよね、竜とそばかすの姫の人よね。いやー、かっこいいね、すごーい。ね、あ、ガルパで随分、ねえ、そうそう、挿入歌もかっこいいよね。あ、じゅんさん、こんむいちゃん、遊びに来てくれてありがとう。今みんなでね、YouTube のね、アニメオープニングみんなで見ちょるが。え、無限ダイナちゃんいじられることになんで デジモンっぽいから？ね。ね、あ、ルローニさんどうじゃろ？今みんなどう、どう、どう？一通り入れてくれた？ね。ほいじゃほいじゃ、そろそろじゃの、あ、再生できません。あ、そうなんじゃ、あ、じゃ、これちょっと、パトレイバーさん流せないの。ちょっとごめん、パトレイバーちょっと、他にないかね。
してほしいね、これ。流氷さん、晩はいらっしゃいだね。ちょっと一旦ジュノさんごめんね、一旦これね飛ばすな。ちょっともう一回パトレイバー大丈夫そうなやつだったら入れてほしいね。こんなことあるんじゃ、ごめんね。これ知っちゃる、銀玉で見た、銀玉で見た。せんやー、おお、かっこいいね、すごいかっこいい。あ、そう、流氷さんね、そうそう。おー、すごいね、作画。めちゃめちゃやばいね。おー。ね、そうそう、流氷さんね、そう、オープニングね、そう、今ね、概要文のところに、そう、ページのところ飛んでもらったら今みんな見とるんじゃけど、映像のね、上のところにね、URL 貼るところあるの。そこにね、貼ってほしいが。ねえ、ルクちゃん、こんばんはいらっしゃい。誰？ちょっとサムライチャンプル入れてくれたの誰？ありがとう。すごい。すごい、好みの絵がいっぱい入っちゃって、すごい嬉しいね。おー、いや、すごい強そう。ラスボス？いやー、すごいね、やっぱり。これはすごい伝説の漫画になるね、これは。あ、ね、シリウで合ってるかいね、シリウ。なんかその人すごいボロボロになっちゃるね、の知ったら。シャーマンキングじゃん。かっこいいね、かっこいいね。あ、下月さん、いらっしゃい。そうなの、そうなの、ちょっとね、みんなでね、オープニング鑑賞して、そうそう、テレビ番組じゃできないようなね、すごい、温度差ですごい、メドレー合戦やっちゃる。ねえ、にゃんこさんね、そう。ね、白面のものの人じゃん。いやー、かっこいいね、すごい。キャラクターデザインすごいかっこいい。流氷さん大丈夫じゃよ、貼って貼って。ねえ、下月さん。なんかね、シリウさんは毎回鎧がバーって全部剥げて、上半身裸になるのは知っとるよ、うちも。いやー、かっこいいね、すごい。あ、そうそう、下月さん、そう。あ、ジノさん、ありがとう、ジノさん、ありがとうじゃねえ。ねえ、そうそうそう。あ、水島さんが監督なんじゃ、すごい。そうじゃったんじゃ。以上、次もね、あ、コーナー、懐かしい。パラパラのやつじゃ。みんな踊ろう、一緒に踊ろう。ねえ、そう、下月さんね、そう、パトレイバーいいよね。うちも劇場版ですごい言ってるね。あ、ひろぽんさん、いらっしゃい。いやー、みんなで踊ろう。いやー、オープニングもやっぱかっこよいね。いやー、これ、またやってくれんかね、パラパラみんなで、なんかね、そう。いや、アムロさんとか、赤井さんがね、パラパラ踊っちゃったらすごい人気出ると思うね。あ、ねえ、そう、劇場版は定期的にね、そう、わかるね、すごいわかる。結構バリエーションあったんじゃねえ。知らんかったね。これ4画面あるってことは4パターンだってことでしょ？あ、積み木くずいさん。あ、かぶっちゃった、かぶっちゃった。ちょっと待って。あ、すごいみんな入れてくれてありがとう。シュレイヤーズ入ってる？今のところ大丈夫そうな気がするが。あ、終わっちゃった。大丈夫？とスキップしたつもりはないんだけど。あ、遊戯王じゃん、遊戯王。
話しちゃったらね、オチがスキップする権限持ってるからね、みんなの気にせずガンガン入れていいからね、大丈夫、安心して。おー、かっこいい、神のカード。あ、積み消した、もう大丈夫、ありがとう。ね、作画監督の置き土産。あ、鏡さん、鏡さん知っとるよ。ね、鏡さん、すごい、手の作画がすごい人。いやー、かっこいいね、すごい。いやー、かっこいい。あ、ほんとに言わるん。流氷さんもダメ？セブンさんもダメちゃったんよ。なんでじゃろう。ブラウザとか、違うブラウザとか試してみてほしいが、もしかしたらね、ブラウザの仕様でダメなんかもしれんし。なんかクロームとかね、なんか、他の画面ちょっと試してみてほしいね。いやー、ねえ、遊戯王もすごい名作じゃねえ。くそ。ヘッドホンから左右から別々の声が聞こえてくるね。いやー、かっこいい。オープニングはすごいかっこいいけど、映像が笑えるね、すごい。あ、武装連携入れてくれた。入っちゃう、入っちゃう。みんなありがとう。ねえ、まさるさんね。いや、なんか手書きのマットとかもすっごいバリエーションあった気がするね、これ。平等院。ね、あ、KBY さん、公務員、遊びに来てくれてありがとうじゃねえ。ねえ、いやーみんなありがとう。すごい作が来た、すごい作が来たね、今。マイトガインのボツオープニング。え、なにこれ、なにこれ、知らない。そうそう、流氷さんね、そうそう、様子見でね、一人っ子、一人っ子で様子見とるよ。こっからね、追加がなさそうじゃ、そうじゃね。シルエット、これ知らない、これ知らない、なにこれ、こんなオープニングあったの？あ、ケイミーワイさんね、キルキルやっちゃったーつーの、すごい映像かっこよかったよ。あ、ねえ、すごい特撮っぽいね。あ、シルエット、これ何、何、何？これ記者のやつ、すごい胴体になるやつ。すごい。あ、ねえ、ルルお兄さんに、うちもガオガイガー好き。こんなオープニングあったんじゃん。あ、そうそう、下月さんに工場は知っとるがね、銀の翼に望みを乗せてんじゃんよね。ちょっと待ってね、そろそろ40分かね、9時になったらちょっとね、次のね、みんな追加しても大丈夫なようにするが。こんなのあったんじゃん、すごいね。今ののかっこよくて好き。あ、遊戯王来ちゃう。ね、扇風寺マイト社長なんよね、社長さん。ねえ、そうそうそう。あれじゃね、アイアンマンじゃね、アイアンマン。いやー、かっこいい。あれじゃよね、バトルスティン編、バトルスティン編。ねえ、そうそう、デルクさんね、そう、マイトガイ、帝国通りにただいま参上ってね、そうそう。そろそろなんかあれじゃね、カードが実体化する技術来てほしいね、はよう。ね。いやー、かっこいいね、すごい。
オープニングって本編のね、そう見どころみたいな紹介するところもあるけ、すごいね、やっぱり見てて見応えがあって楽しいね、本当に。おー、ブサーレンキン。オープニングがかっこいいやつじゃん。ね、そうじゃそうじゃ、真っ赤な誓い、真っ赤な誓い。ねえ、そうそう、ジュノさんね、ジュノさんね、そうそう、うちもね、サムライチャンプルー大好きなの。いやー、武器がかっこいいね、すごい。すごいね、テロップの出方もすごいこっちゃる。時子さんじゃったかいね、ヒロインなの。すごい強くてかっこいい、記憶があるが。ね。ねえ、でも、ルロイさん結構すごいなんか、熱血主人公みたいな感じやったね、すごい、武装錬金も。アニメ化原作終了後、そうなんじゃん。珍しいね。ジャンプのアニメって言ったらやっぱり連載中にするイメージじゃけん。夜ムーンガンドじゃん、夜ムーンガンド。怖いナナコちゃんが出るアニメじゃね、これ専門やの。ねえ、そう、るろうにさんね、そうそうそう。なんかすごい、ストレートな熱血主人公じゃったイメージじゃね、すごい。応援したくなるようなね、すごい。夜ムーンガンダム確かの、1期2期ぐらいにやっちゃったよね。黒のび太 え、のび太さん出ちゃって、のび太の人出ちゃったの？のび太の人出ちょるの？誰？誰？嘘？うちペルソナのナナコちゃんがね、そう出ちょるのあっちょるんよ、これ。爆破魔の人 そうなんじゃ。いやー、これにね、オーキド博士とかやっとったね、ウンショウさんとかもすごいかっこいい役で出ちょるんよね。すごい好きじゃね、映画みたいなアニメ。ねえ、下月さんね、そうそうそう。なになに、忍者が、忍伝。これ知ってる、タイトルとね、若本さんが出ちょるの知っちょるね。オープニング見るの初めてかもしれん。かわいい。すごい。効果音が入ってるオープニングは名作っていう法則あるが。そうなんじゃ、デルクさんね。うちビクトリームも好きじゃね、ビクトリームも。なんか聞こえる。なんか聞こえるね、すごい。へえ、すごーい。映像綺麗。お願いマッスル来たね、お願いマッスル来たね。ね、マスコットキャラクターの声が渋すぎるね、すごい。ね、パないね、下月さんね、ほんと。歌の中でもすぐわかるね。いや、でもすごい映像かっこいい。作画すごいね、ほんとに。おー。はい。銀河マンみたい。何これ、すごい気になるね。どんなお話か気になるね。アリス探偵局。天才テレビくん。おお、なに？面白そう。アリス探偵局。
推理物、え、うわ、かわいいキャラデザ。名探偵を、犬の顔したのホームズみたい。ね。モアイがすごいおしゃれ。ああ、終わっちゃった。いい、もっと見たいね、今のさっきの。きちゃー、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 きちゃー。これかっこよいよ、これかっこよいよ。いやー、すごい。今見ても、ね、野球の回とかすごい面白いね、このアニメ。ね。カクカクジカジカサザエのつぼ焼き。え、なになに？ね。え、ふーちゃんじゃったかいね、ほんちゃん。ジンと無限。ねえ、ケミマイさんね、おしゃれチャンプルー。おー、すごい。いやー、かっこいいね。いやー、映像綺麗じゃね、ほんとに。あ、流氷さんいけた、いけた。やっぱり貼れるやつと貼れないやつがあるんじゃ。セブンさんもね、もしよかったら貼れそうね、ちょっと試してみてほしいね。ちょっと乗らないやつはね、ちょっとここのドーンでしょ、多分見れないやつなんじゃと思う。ねえ、デルクさんね、そう、押され、押されないよ、すごい。あ、エンジェルビーツ。ねえ、貼りたいやつが貼れないね、なんとかしてあげたいんだけど。ちょっと難しそうなんよ、こっちだと。ごめんね。あ、みちことハンチン知っちょる、みちことハンチン知っちょる。ね、オープニングもすごいおしゃれじゃね。あ、ドンタコスさん、ドンタコスさん。あ、いらっしゃいじゃね、いらっしゃい。えっとね、これはね、今ね、オープニング映像流れておるじゃろ？上のところにね、ちょっと黒くて見づらいんだけど、URL をね、入力するところがあるの。そこにね、URL ビタって貼ってもらって、エンターを押してもらったらね、いいが？あ、このサビ知っちゃる！このサビ知っちゃる！これもなんかすごい泣けそうなやつじゃよね。ユイバージョンのオープニング、あ、そうそう、ザ・スカーレットニードルさんね、そうそう、 URL、 YouTube の URL だけなんよ。あ、これ騎士さんなんじゃ、これ騎士監督さんなんじゃ、のサンリットの人じゃん。サンリットの人だったんじゃ。それはすごい気になるね。エンジェルビーツなければ、さひろさんね、すごい気になる。アマプラで見れんかね。かわいい。ね、すごい、クランプのデザインってやっぱり今でも通用するね、すごい。かわいい。これも見てみたいよね、すごい。気になるよ、すごい。映画もいっぱいあるでしょ？あ、ほんと、なんかうちが知っちょるのあれじゃん、翼の方じゃん、翼ってなんかクランプが書いちょった漫画の。ねえ、デルクさんに、いや、でも見てみたくない？すごいかわいい。面白そうじゃよ、すごい。あ、ほんとにスカーレットニードルさん。ね、いやー、背景もすごい綺麗。あ、スレイヤーズ、これね、これね。あ、誰、ジョジョ入れてくれたの、ありがとう。うつも控えちゃったんや、これ。おー、すごい。あ、
私今中流コウさんと同じところよね。おお、すごいね。ぬるぬる動くね。ほんと昔のオープニングって。これもあれ、めぐみさんが歌ってるの早、ね、めぐみさんが歌ったび、ね、やっぱりそうだよね。すごい。かっこいいね。すごい。あ、ゾイド入れとる。ありがとう。これもすごい面白そう。魔法、ファンタジーよね。ね、主人公がリナ・インバース。いやー、王道ファンタジーな感じがしよるね。すごい。あ、流氷さんね、そうじゃね。今日お試しでちょっとオープニングやってるんだけど、すごい。おー、ガッシュ来ちゃう、ガッシュ来ちゃう。ねえ。あ、ゼルクさんにとってのめぐみさんはリナね。ええー、すごい。うちはね、最近ちょっとね、牛音ドラの白面のものじゃね。すごい。すごい迫力じゃったね、あれ。エウレカセブンありがとうじゃね、ジュノさん。いやー、貼れない URL もやっぱりあるんじゃね。ちょっとそこが残念じゃね。ね、ガッシュー、ガッシュー。いや、ね、白面のもの、いや、ね、林原さんならすごい肝炎が光っちゃったよ、すごい。いやー、かっこいいね。ガンス2もね、やってほしいね、すごい。アニメやってほしい、リメイクね、そう。それこれ。ねえ、そう、ケミワイさんね、そうそう、アニメ化するよ、シアドドラ。ねえ、ベリーメロンね、そうそうそう。あ、ねえ、そうなの、ゼルクさんね、そう。完全版でやってほしいよね、ちょっと。植木の法則じゃん、知っちゃる。これもすごいオープニングかっこいいやつじゃん。同じサンデーつながり、サンデーつながり。ねえ、怖いね、すごい。ねえ、すごいな、少年漫画王道つながりできとるよ、今、すごい。何々に何々変える力じゃったよね、確か。これね、すごい、ライバルがむちゃんこ強かった記憶あるね、すごい。ね、主人公これ、絶対勝てんでしょ、みたいな。いや、すごいかっこいいね、オープニング。ねえ、それ、浪人さんに、そうそう、植木の法則。いやー、みんなでね、こういったいろんなオープニング見てね、ちょっと気になるやつをね、ちょっとこれ、ね、見るきっかけにしたいね、ほんとに。いやー、かっこいいね、すごい。レイバー来ちゃう。うちね、一番びっくりしたのがね、このナレーションするのが太田さんってことじゃね。本編とはすごい、イメージが全然違うからびっくりしたね、最初。あとレイバー来ちゃう。ありがとうじゃね。ね。本編の太田さんがナレーションするんだ。すごいぶった曲げるよね。いやーもう、年追い越してしもうたよね。多分さっきの2000何年みたいなの。いやーかっこいい、すごいかっこいい。2022年。
まさかさん、今年じゃね、今年じゃね。ね、すごい乗りたいよね、そう。あ、ねえ、ジノさんね。いやー、激動版見たね、激動版見たね、あっちも。テレビ版、なんかね、再放送みたいなやっちょって、それでなんか見れたかな？ OVA は多分見れとらんかも。ね、すごいリアルだよね、すごい。うちに何だったっけな、出前取るなんかお店のなんかみんなが食中毒になって、全員ぶっ倒れてしまう回がすごい好きじゃね。あ、廃棄物13号、映画でやったやつね。あ、実写版も本当に良いの？いや、原作も見てみたいね、このね、パトレイバー。面白そう。戦記、絶唱。あ、シンフォギア。あ、これもタイトルしちゃるね。これもタイトルしちゃる。歌って戦うやつ、歌って戦うやつ。おお、オープニング結構すごい、ハードそう。え、こんなこう、なんかもっと可愛い感じだと思ったけど、そんな感じじゃないんだよね。かわいい。ね、オープニングのお歌がすごいかっこいいね、すごい。モンスターと戦う感じなんじゃね。すごいすごい、よう動くね。あ、すごいかっこいい剣持ってる。すごいかっこいい剣持ってるの。ブリーチの剣持ってる。おー、すごい盛り上がるね。すごい、このオープニング。ねえ、暑いね。すごい暑い。主人公の子パンチなんだ、パンチ好き。え、オープニング、なに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 。わ、かわいい、なにこれ。なにこれ、すごい気になる。なんか、ミルモデポンみたい。かわいい。え、漫画の原作？漫画の原作？すっごいこれお話気になる。初めて知ったね。あ、おじいちゃん良さげな人。あ、積み木崩しさん知っとる知っとる。あ、まさひろさんもまね太郎さんも知っとる。これ、面白そう。いやー、すごいかわいいね、これ。あ、21時になったから、みんなに2個目の投下許可するね。もし追加が入らんようじゃったら、うちがバシバシ投下していきます。ね。はい。ありがとう。これはね、入れてくれるね、同志の人がおると思っちゃったね、すごい。やっぱりね、オープニング見るんじゃったら、これは外せんね。いやー、これかっこいい。これも大好き。超好き。あ、そうなんじゃ、ダーダーダー。そうなんじゃ。あ、デビュー作なんじゃ。今あれじゃね、ワンピースレッドの方で、ウタちゃんやっとる人じゃよね。そうなんじゃ。スパロボさんって、嘘でしょ？ソードフィッシュで戦うの？ ソードフィッシュで戦うの？嘘でしょ？
マスターアジアの参戦はまだわかるけど、そうなんじゃん。ねえ、そうなんよね、流氷さん、これ手書きないよ。いや、恐ろしい話じゃね。うちこのビデオデッキ探しに行く回すごい好き。ねえ、ソードフィッシュで100。スパイクすごすぎじゃね。ねえ。ねえ、そうそう、スカイゼロさん、そうなんよ。結構ニュースの報道とかね、使われとるんで、結構見たりするんよね。ルローニさん、なんかそれ、思い出すがすごいなの。ね。なんか褒章で揉めて最後折れるやつじゃね。これ、友達がめっちゃ好きなやつ。これもなんか絵があるんよね。これもすごい気になっちゃう。これファンタジーものよね、すごい。おお、すごい動く、すごい動く。あ、強い 強いね、すごい、強い。ね、天使の。ね、すっごい2期3期っていっぱいありおるよね。いや、この前ね、あれやね、カルちゃんとかにおすすめされたリゼロとか見てね、そうそうそう、面白いね、すごいって話しとったが。ねえ、そうそう、ドンタコスさんね、そうそう。いや、すごい作画じゃねえ、よう動くねえ。いやー。かっこいいね、すごい。おー、すごい、すごい。これはまだまだ連載中ないよね、すごい。これはなんじゃろ、これ何、何？グランベルム。うちの知らんやつじゃん。すごい、ロゴかっこいい。ロゴかっこいいね。おお、これもすごいキャラクターかわいい。宝石ね。グランベルム。魔法少女ものかね。ねえ、スカーレットニードルさん、なんか、1分半でなんかすごい映像も流れとるやつができれば一番いいんじゃけど。ロボット。 まさかのロボットもの。あ、かわちゃんに9時になったからね、もう1本追加せよいよ、もう1本追加せよいよ、大丈夫、大丈夫。ロボットものなんじゃん。すごい気になる。かっこいい。まさかの予想外じゃ、ロボットものじゃった。すごい、さっきの渡るみたいな感じ。ね、ロボットがすごい丸っとしとって、かわいい、かわいいね、すごい。草。誰ビッグを入れたの？しかもこれ伝説のオープニングじゃね。伝説のオープニング。しんちょりよ、しんちょりよ、これ。ビッグオーダーのもそうじゃけど、このオープニング持ってきた人センスあるね、すごい。いや、もうこのオープニングの一番聞いとるだけで爆笑するね、本当に。いや、でも、かっこいいね、やっぱり。ねえ、これもすごいね、一話一話のドラマがすごいね。すごい、一話完結式で面白いよね、そう。うちのお友達にすごいこれ好きな人ってからね、そう。お家に拘束されてからの、全話見させられたことあるから、よう知っちゃるね、すごい。
サンライズなんじゃ。わー、すごい、プリキュアじゃん。誰に貼ったの？ありがとう。あ、ねえ、ゼルクさんね、プリキュア。おー、すごい、よう動くね、やっぱり。あ、スネ夫じゃん、スネ夫がおる。ねえ、初代じゃ、初代。すごい、やっぱり元気が出るオープニングじゃね。あ、ねえ、ラミニさんね。ね、すごいかっこいいね、やっぱり。あ、ねえ、映画でもすごい強いって聞いちょるが、初代。ナディアじゃん。バリアニメ、バリアニメ。いやー、すごい。いやー、ない。もう、みんな貼ってくれて、みんな貼ってくれて、ありがとうね。すごい、なんかの、いやー。ねえ、そう、流氷さんね、そう、初代はチントチント。いや、やっぱりね、みんなとね、こうやって懐かしいの見るの楽しいね、すごい。懐かしいものからね、そう、最近のものまでね、ほんと。あ、のび太さん ね、すごい。おー、すごいね、やっぱり映像が。これもあれなの？ガイナックスの。5、6人が受け止めて。ええー、リュウヒョウさん、それプリキュアのやつじゃね？プリキュアのやつ。すごいね。やっぱり、ね、文章で見るとぶったまげるね。すごい。あ、スパイファミリー！おー！さ、トレンドが来たね、トレンドが。いやー、これもすごいね、センスいいよね。ドラえもんじゃね、ドラえもん。はたしお子さんなんじゃ。ねえ、ケビマイさんね、そうそう。いやー、オープニングがすごいハイセンスじゃね。髪がらさん、草。さすがにのび太さん、そこまで出張っちょらんでしょ。いやー、あ、ここですごいいらねか、切り替わるのがすごいね。かっこいい。いやー、これもね、すごい一気見したいね。まだ2期もやるかもしれんのよね、スパイファミリー。ボールの投げ方を教えるし、え、そんなマットがあり得るの？ゲッターじゃん、ゲッター！おー、マント！あれ、さっきも新ゲッターでちょっと、誠のゲッターに誠のゲッター。ねえ、これもあれ、アークで流れちゃったやつ。あ、そうなの、スカイゼロさん。え、ちょっとそのマット気になるね。
いやー、オープニングすごいかっこよいね。ねえ、坂さんね、チェンジゲッター。わあ、かっこいいね。やっぱり、作画すごいかっこよい。おー、すごい。血がブシャーって出とる。あ、制作費を忘れ。これまたすごい危なそうね。さっきのビッグを2匹を取らんアニメな気がするね。ほんとに。おー。ねえ、すごい石川県さんの漫画はすごい、主人公はすごい怖く見えるね、本当に。ねえ、ねえ、シードじゃん、シード。ジーガンからシードじゃん。これ最初のオープニング、最初のオープニング？いやー、かっこいいね、すごい。あ、こういうね、登場人物、いっぱい出てくるオープニング、すごい好き。やっぱりオープニングって登場人物紹介みたいなところあるからすごい、キャラクターがやっぱり魅力的にね、すごい書いてくれよるね。おー、すごいすごい。ねえ、りゅうひょうさんね、すごい平井さんだったかいね、すごいね、書いてる人ね、すごい可愛いよね。おー、すごい。爆走兄弟レッツエンドゴー！ミニ四駆じゃん、ミニ四駆。うちこれが何世界大会みたいなの知っとるん？世界大会みたいなの。あ、そうなのだ。旅ガラスさん、実質伸びた。ねえ。あ、かおちゃんね、装甲の色が変わるんよね。ちっちゃらちっちゃら。おお。走るオープニングは名作の証。あ、そうじゃったんじゃ、りゅうひょんさん。いやー、うちもね、それそれ。あ、そうなんじゃ、ありがとね。ねえ、うちも WGP 好き、すごい。ねえ、チームで頑張るお話、すごい好きじゃんね。敵さんチーム、相手さんチームいっぱい応援しとったね、うち。いやー、すごいね。ぬるぬる動く。これ知っちょる、これ知っちょる。これも教えてもらってね、見たが、すごい楽しかったね、これも。これもね、すごいお話面白かった。これ知っとる。あ、にゃんこさんね、オープニングだったら何でも良いよ。なるべくね、そうみんなのが均等に見れるようにね、1分半ぐらいの尺のオープニングしちゃったら大丈夫かなって思っちゃるが。あ、ねえ、そうそう、ポスターで見かけたね。うちも見たことある。ねえ、ドラゴンと戦うのすごいね。ドキドキしたな、ドラゴンと戦うの。
アマプラでもやっちゃるね、これ。にゃんこさんに今映像流れとるが、それのね、上のところにね、URL 貼るところあるの。そこにね、ピタって貼ってもらったらね、エンター押してもらったらね、すごい、大丈夫なはず。マチ、やっぱりね、ジョナサンが一番好き、ジョナサンが一番好き。あ、ハトンさん、ありがとう。ハトンさんが貼ってくれたんで、よかった。ねえ、ゲートすごい面白かったよね。パンチー。ねえ、そう、下月さんね、一部いいよね、一部いいよね。一部も良かったしね、じゃあ二部でね、もう号泣だよ、号泣。もうすごい良かったね。ねえ、あずかさんね、そう、ジョジョ。あ、ねえ、そう、ラビニさんね、そう、終盤になると効果音つくんよね、このジョジョシリーズって。漫画のコマが次々で寄るのすごいかっこいいよね。ドラゴンボールじゃん！ドラゴンボールじゃん！あ、京福さん、こんばんは。いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。今ね、みんなにね、オープニング映像感想しとるが。すごい。ねえ、またヒロさんに。すごいね、やっぱり映像綺麗じゃん。ねえ、すごい。グランドツーリング、そんな略称じゃったの？ そう、GT ってそういうこと？オープニングがすごい爽やかじゃね。で、下月さんね。GT じゃから、GT じゃから。ね。いやー、でもすごい楽しそうじゃよね。宇宙大冒険っていうね。ね、そうそうそう。ね、ラビニさんね、下月さんね、そうそう。あ、あるでしょ、あれじゃ、ギャラクシートラベルとかなんかって聞いたが？おー、おー、かっこいいね、かっこいいね、すごーい。あ、スカーレットニードルさん大丈夫じゃよ、大丈夫じゃよ、入れて大丈夫。おー、なんか、すごいの始まって、すごいの始まって、かっこいい。熱血最強、ゴーザウラー。あ、もうこれ、めちゃくちゃ好きかもしれん。わ、すっごい。なにこれ、めちゃめちゃ綺麗。え、今映り込みも解除なんかった？おお。そうなんね、スカイゼロさんに ね、都市伝説だよね、やっぱり。あ、京子さんね、そうそう。うちもね、スーパーサイヤ人フォースに、ね、すごいかっこいいよね。おお。わ、銃かっこいい。うわ、
るオープニングは名作。いやー、すごい。エウレカセブンじゃん、エウレカセブンじゃん。ね、最初のやつ、最初のやつ。積み木くずしさんね、ありがとう。ね、雷神王もすごい見てみたいね。これね、すごい、お歌がすごいかっこよいね。え、フラッシュ？え、フラッシュがあるの？知らないね、すごい、どんたこさん。え、気になる。いやーね、すごいかっこいいね。すごいサビ盛り上がるね。いやーかっこいいね。すごいおしゃれ。スカーレットニードルさん、ほんまに？ダーダーダーのあれと同じなの？そうなんじゃん。ねえ。ねえ、ギアスのオープニングもそうじゃね。ギアスのもそうじゃね。最初の。あ、そうなんじゃ、ジノさんね。すごい、これ。いや、いっぱいますやん、ちょっとね、ルカ。ゾイド来ちゃう、ゾイド来ちゃう。あ、ねえ、ゼルクさんに、ね、その辺、すごい悲しい話多くて、辛かったね、うちの。公園でね、すごい荷物取られてしまうんじゃけど、取った人もごめんねって謝るのがすごいね、思い、めっちゃすごい記憶に残っちゃる。あ、ねえ、ドンタコスさんね、そうそうそう。ねえ、初代ゾイのかっこよいよね。あ、ライガーゼロも良い、ライガーゼロも良い。このレイブン、レイブンがかっこいいの、レイブンがかっこいいの。ね、レイブンがすごい強いの。あ、アーバインもかっこいいの。いや、ねえ、もうすごいかっこいいキャラいっぱい出るんよね、このアニメ。あ、デスザウラ。ジノサウラー、ジノサウラーとかね、そうそうそう。すっごい恐竜がかっこよかったね、すごい。アーバイン。あ、ムンベージャー、懐かしい。運び屋さんの歌とか歌っちゃったね、すごい。懐かしいね、すごい。あ、カワちゃん、ライガーゼロね。あ、コミさん、コミさん。おお、こんなに作画すごいの？知らなかった。作画すごーい。おー、すごーい。綺麗じゃねえ。これもすごい、オープニングがきれい。いいね、すごい。お歌がすごい素敵。おー、すごい。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。映画じゃない、これ。映画みたい。すごーい。サイダーガールのシンデレラ。めっちゃいいよ。めっちゃいい映像じゃん。これ好き、すごい好き。おー、すごーい。映画じゃ、これ。映画じゃった、今の。すごーい。みーちゃん、みーちゃん。
すごい、これもすごいね、熱い野球漫画じゃね。今あれでしょ、すごい、漫画もまだやりよるんよね。ラビリス ゲームの方ね、ゲームの方ね。ねえ、青春アニメじゃねえ、ほんとに。高速、空港から自転車で高速。ねえ。あ、まさひろさんね、そうそう。うちもね、漫画もちょっと知ってるね、漫画は。ペルソナちゃん、ペルソナちゃん。恐れきた。いやー、これね、初めてね、監督さん、誰が監督さんなんかねって、初めて見たアニメじゃね、すごい。ねえ、そうそう、そっとしておこう、そっとしておこう。ねえ、ドンタコスさん、それそれ。ハイカラじゃね、すごい。あ、ねえ、スカーレットニードルさんね、そう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 。うちもね、いとこの子がね、すごい、野球大好きだからね、そう、メジャーね、いっぱい見ちゃった。かっこいいね、すごい。ねえ、すごい。これもみんなで見たいが。いやー、いいオープニングじゃねえ、ほんとに。押されきたー！こっちが本件！押され本件！あ、ねえ、ハトーンさんね、そうそう、うちも大ハマりしたが。今度あれじゃよね、またアニメやってくれるんよね、すごい楽しみじゃねえ。いやー、かっこいいね、やっぱり。ね、押され本家じゃよ、押され本家。いやー、かっこいいね、すごい。いやー、懐かしいね、懐かしいね。あ、ねえ、そらびにさん、わかるわかる。1分半にまとめた時のね、スッキリ感もわかるね、すごい。テレビサイズ版の魅力ってやっぱりあるよね。ねえ、オレンジレンジ懐かしいね、すごい。刀語りじゃん。これ結構なんかオープニングなんか毎回違っちゃったよ。なんかいろいろあったん。こんなの知らない。知らない。なにこれ。し、そんなことなかった。こっから知っちゃる、こっから知っちゃる。なんか、うちが知っとるのとちょっと違うような気がするんじゃけど。うちこれで細谷さん知った。あ、ね、エンディングは毎回違ったけど、オープニングこれ同じじゃったっけ？ノイタミナ版。
尺が長かった気がするね。なんか、1時間ぐらいやった気がするね。ね。ねえ、そう、いろんな刀が出てくるんよね。それもすごい楽しみじゃったね。いろんな武器が出てきて、主人公は素手でやっつけるっていうのがすごい好きじゃったね。金魚注意報、タイトル知っとる。キャラクターすごい可愛いの知っとる。え、これってさ、学園ものなのすごい楽しい、面白そうじゃよね。あ、クロスさん、いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。いやー、みんなで作るメドレー、思った以上に想像以上の10倍楽しいね、すごい。ね。学園、コミネかね。牛さんかわいいね、すごい。鋼の錬金術師に出てきそう。かまちゃん、刀語り小説全巻読破したの？すごーい。あ、ねえ、そうですね。ある意味、刀剣男子よね、本当に。巨刀流じゃからね、実質あれじゃね、刀ね、擬人化じゃね、すごい。いやー、誰入れてくれたの？ダーカーさんブラック、これうち大好きなの。ヘイがね、ヘイがすごい好きじゃったの。すごい好きなの。あ、クロスさんね、これね、動画の上のところになんかの、うっすらグレーで URL って書いてあるが、そこにね、ペタンと貼ってほしいね。貼れるやつはね、多分大丈夫ね。たまにね、動画で貼れないのがあるから、ちょっと気をつけてほしいが。わかるよ、下月さんね。うちもね、一気をしたいの、一気。ダンカーさん、ブラック。いやー、これね、ヘイがね、主人公のヘイがね、すごいボロボロになっちゃってもうびっくりしたよ。すごいショックじゃったね。あ、そうそう、クロスさん、そうじゃよ。イニシャル D が入っちょる！イニシャル D が入っちょる！ありがとう！ね、ボンズ、ボンズ！あ、教皇さんね、どうしようかな？10時半。なんかすごい、なんか、みんなで見るの楽しいから、ちょっと30分延長したいが、10時半ぐらいまで見たいな。ちょっと待って、じゃあ45分になった？ 9 時45分になった？ちょっと応募一旦締め切るが？俺で最後まで見よう、最後まで見よう。永遠の消防隊に最近うち見ちょる、これ。面白いね、すごい。ね、ライダーキックで戦うの、これ。これもよう動きよるよね、ソウルイーターの作者の人。ソウルイーターもね、すごいオープニング動きあるよね。ねえ、警備員さんね、かっこいいよね、これ。やっぱりね、すごい、キャラクターデザインがすごい良いね。あ、スカイゼロさんは、日常貼ってくれたの？あ、ねえ、そう、ドンタコスさんね、そうそう、ソウルイーターエンディングもいいよね。いやー、よう動くね、やっぱり、すごい動く。あっちこっち。え、これ知らないやつかも。
かわいい、なにこれ。かわいい、なにこれ、キャラデザすごいかわいい。SF もの、かわいい。作詞博士じゃってすごい。クロスさん。 ちょっとね、今も、それもね、ちょっとみんなで話しちゃったからね、みんなで見たいのなかなかなかったりするよ、YouTube。 ちょっとね、その時はちょっと、ね、頑張って探すしかないよ、ごめんね。すごいかわいい。アホ毛がすごいかわいいね。デフォルメもかわいい。これタイトル知ったら、なんかの CG を使ったすごい意欲作みたいなの知ったら。あとね、オープニングが超かっこいいのも知ったら、お歌がかっこいいのも知ったら。そうなの、ラキスタさんと一緒なのね。さっきのアンチコンチン。おー、かっこいい。トランスフォーマーみたい、トランスフォーマーみたい。こういうなんか、ね、オープニングすごい好き、なんかストーリーっぽいあるの。敵もすごい強そう。すごいね、目がついてるロボットじゃん。かっこいいね、すごい。テロップついてる。だから、この前話したブロッコリーでちょる、ブロッコリーでちょる。これはすっちょるね、とある。そうだね、クロスさんね、すごい絵柄すごい可愛かったよね、さっきの、あっちこっち。ねえ、レールガン、これすごい有名。まるちゃん、こんばんは。遊びに来てくれてありがとう。ねえ、そう、ヒロポンさんね、これ、スピンオフなんよね、これ、スピンオフ。ねえ、そう、まるちゃんね、そうそう。今ね、概要文に貼っとるところのページでね、みんなでね、オープニングを貼ってね、そう。みんなでね、メドレー形式で見てると。そうなんね、クロスさん。ありがとうじゃねえ。ラッキースタもすごい有名なアニメじゃよね、シンチョルが。かっこいいね、すごい。よう動きよるね、ほんとに。これ知ってる、これ知ってる、これ知ってる、主役の人がベジータの人。これお化けやっつけるやつ。さすがオープニングミドルじゃねえよ。こういうね、すごい感じが来るのすごい好き。
ね。懐かしい、懐かしいね。ねえ、スカーレットニードルさんに、そう、立場が逆になるんよね、そう。これもすごいかっこいいね。いや、これもすごい、アニメでリメイクしてほしいね、すごい。ドンタコスさん。ねえ、そう、みんなにいろんな経路で知ってるよね。いやー、面白いね、面白そう。ライトサーベルじゃ、ライトサーベル。ねえ、KBY さんにさ、ゴーストスイーパー。これもしかして最近ニコニコでやっちゃったやつかね？なんじゃろ、すごい。おー。作画がすごいね、作画がすごいね。シリアル。アニメのタイトルなんじゃろ、これ。おー。すごい、なんか、ハードっぽいね、すごい。どんなお話なんだろう。サスペンス？あ、エヴァと同時期のやつ、エヴァンゲリオンと同時期のやつ？ね、あ、レインっていうオープニングのアニメなの？チキチキバンバン入っちゃう！入れてくれた人ありがとう！うちのメモ帳にも候補入っちゃったやつじゃん。ねえ、そろそろ45分になりそうじゃから、ちょっと残念なんだけど、ちょっと一旦ここでね、募集締め切ろうと思うが。ね、見切ったらね、タビガラスさんのね、ゲームオープニングを見て、それで終わろうと思うね。ほいじゃんほいじゃね、一旦ね、切らせても、すごい作画綺麗、表情のね、動きすごい。よいしょ。はい。ドンタコスさんが入れてくれたのか。それもなんかすごい、オープニングなのしちょるね。ね。声優魔法使いのオープニング。そんなタイトルのアニメあったかいね。ね。タビガラスさんね、今ね、ちょっと締め切ったから、これの全部の消化が終わったらね、最後、タビガラスさんに入れてほしいが。ね、確かにね、すごい。ゲームのオープニングもみんなで見たいよね。ちょっと、それもちょっとまた枠、検討しとくね。キリカルなのは。ねえ、まさひろさんね、そう。いや、ナナ様のお歌上手じゃね、やっぱり。おー、すごい動くね、すごい動く。いや、すごいね。ガジェットがすごいかっこいいね。ね。ねえ、なんかすごい、なんか、いっぱいシリーズがあるって感じよね。確かに。なんか、初見さんはこれから見た方がいいのとか、あるのかな？スカイゼロさん、それに、入ってるの、すごい楽しみ。ねえ、あさかさんね、そう、今結構ね、続きとかね、リメイクようやってるからね、そう、やってほしいよね。コブラじゃねえか、コブラじゃねえか。知っちゃる、これ知っちゃる。ヒュー。ねえ、つみきくずしさんね、そう、コブラじゃねえか。ねえ、みんなありがとう、みんなありがとう。
順に追っていくべき？いや、アマプラで見たいね、すごい。いやー、コブラー。ねえ、紛れもなくやつさ、ねえ、そう、まるちゃんね。そう、ジノさんね、鋼みたいな肉体もんちょろいんだ。いやー、ほんとオープニング綺麗じゃよね、ほんとに。ハイセンス。ね。旅ガラスさんね、なんか、そんなあったね、あったね、コメントを。すっちゃら。ねえ、まるちゃんね、そうそうそう。すっごいよね、吹き替え。異世界食堂、異世界食堂、これ美味しそう。お腹すくやつじゃん、お腹すくやく。ねえ、すごい、ご飯がね、みんなの心をつなぐっていうね。ね、すごい素敵なことじゃと思う。ね、ミスターじっことかもそうじゃね。うわぁ、美味しそう。ピザ食べたい、ピザ食べ、あー、ビールも飲みたい。ねえ、スカーレットニードルさんね、お腹すくー。もうこの時間じゃともう、ねえ、みんな、しまっとる。サイゼリア、サイゼリア、ねえ。あ、そうそう、まさひろさんね、そう、そうなの、この、ねえ、ね、なかなかね、そう、見るきっかけのなかったね、そう、アニメをね、そう、ここでね、そう、みんなでね、共有できたらよいなと思うの。ね、コミさんとかもすっごい作画すごかったね、オープニングが。ね、うちやっと、やっと安心宇宙旅行、すごい気になるね。セイントセイヤー、セイントセイヤー、ハートキャッチプリキュア。ね。すごい、虫師とかの人じゃ。馬越さん、馬越さん。オメガ。ね。ハートプリもすごい伝説だよね、伝説。よー、かっこいい。すごい、ちゃんと動き。ね、セイントセイヤーと一緒じゃん。うちはな、このタッチじゃったの、キャシャー思い出すね、キャシャー。おー、すごい豪華。今、声優ちらりと見えたけど、すごい豪華じゃったが。おー、すごい動く。ねえ。カニ座が、カニ座。いや、コメントに草じゃねえ。カニ座そんなことになっちゃるの？ねえねえねえ、おるねおるね、左側におる。お邪魔女じゃん、お邪魔女じゃん。あ、わし座じゃ、カニ座じゃないね。カニ座じゃなくてわし座。ごめん、漢字読み間違いだね、漢字読み間違い。わし座ね、わし座。スカーレットニードルさん、ごめんじゃね。おー。かわいいね、すごい柄が。ねえ、まさひろさんね、そう。わ、カニじゃないね、わしじゃったね、わし。これもすごいいっぱいシリーズがあったやつよね。最初のギターが出る。くそ。ナージャの次がプリキュアね。
ねえ、すごいなんか、この辺はなんかの、ねえ、作品のテーマ、なんかの、ねえ、なんだろう、ジャンルがすごいコロコロ変わりよった感じがするが。わしざと書いて、あっくいら、あっくいらって読むね、あ、かっこいいね。いや、妖精さんのデザインとかすごいかわいい。ハガレンジャー、ハガレンジャー。いやー、これもすごいやつじゃん。ねえ、ドンタコスさんね、そう、キンアニメの方じゃん。これもすごいかっこいいオープニングじゃねえ。ねえ、そうそう、今のソシャゲですごい話題になっておるね、ハガレン。いやー。ねえ、すごいかっこいいキャラクターいっぱい出ちょるんよね、このアニメも。あ、ここかっこいいやつ、ここかっこいいシーンのやつ。ねえ、そうそう、弟のやったら、クキミヤさんだよね、すごい。すごいよね。どんたこさんね、このオープニング地すごい好きなんだけど、かっこいいよね。名曲ばっかりのイメージだね、ハガレン。ねえ、そう、教皇さんね、そうそうそう、衝撃じゃったよね、ほんとに。ああ、これね、最近KRT カルトちゃんとね、すごいいっぱい見たいんよ、これ。あ、ねえ、まさひろさんね、そうそう、ねえ、かっこいいキャラいっぱいないんよ。ねえ、なんか、みんなにみんなすごい見せ場があるね、すごい漫画じゃったね、ほんとに。これもね、すごいよね。なんかカルトちゃんと見たの再放送のやつじゃったんだけどね。再放送なのに再放送じゃなかったね、すごい。ねえ、すごい映像が凝っちゃるね、ほんとに。おしゃれ。ねえ、そう、スカーレットニードルさんね、ぶっ飛んじゃったよね、すごい。なんか、ケイトアニメとかなんかすごい、アニメーション技術をすっごい、いっぱい出すような、実写とかもあったよね。ねえ、あ、そうそう、るろうにさん、そう、それそれそれ。ねえ、教皇さんね、すっごい、手間がかかっちゃるよね、ほんとに。これじゃ、これじゃ、これじゃ、うちがしちょるの、これ、うちがしちょるの、これ。ね、あ、伝説的なね、そうそう、伝説アニメ。うちね、これのね、これのね、なんかディオスパーだ、ディオスパーだ。どこのチームじゃったかな？あれの人がすごいかっこよかったね。いや、アメリカのもかっこよかった気がするね、すごい。なんかね、ゴーグルつけとるチームの、パワーブースターとか出ちゃった気がする。ねえ、あ、ねえ、スカーレットニードルさんに、ね、再生されてよかったね、すごい。イタリアじゃったっけ？イタリアじゃったっけ？ねえ、あ、そうそう、デリクさんに、ね、カットベマグナム、そうそう。そう、流氷さん、アストロレンジャーズ、アストロレンジャーズ。ね、あ、ドンタコスさん、ドンタコスさんね、これ、サイクロンマグナムね、サイクロンマグナム。いやー、かっこいいね、すごい。
これすごいよね、小屋さんがすごいかっこいいアニメじゃねえ、小屋さんが。イニシャル D。おー、かっこいい。すごいね、CG が。ねえ。あ、イタリア代表なんじゃん。あ、カルロ、カルロ、そうそうそう、リュウヒョウさん、それ。あ、ねえ、なんかそうそうそう、なんかのうちに見てみたらね、一番最初のが一番好き。あ、ねえ、そうそう、クロスさんね、そうそうそう。ね、CG の進化がすごいよね、このアニメ。あ、そうなんじゃ、リュウヒョウさん、現役ミニオンレーサーなんじゃ。ねえ、すごい。ミニ四駆もね、今も、なんかいろいろリバイバルもやっとるか？ねえ、電化製品のね、ところでコースとかも設置されとるよね。豆腐屋さん、お豆腐屋さんなのにすごい早いよね。あ、そうそうね、ルローニさん、そうそう。すごいかっこいいアニメ来たね。ねえ、クロスさんね、そうそう。これはセカンドシーズンのやつじゃね。ねえ、ジュノさんね、攻殻機動隊来た。これもすごいかっこよくて好き。これもね、これもね、本筋も面白いけど、1話完結式のね、すごい、ね、短編のお話もすごいようできとるね。ねえ、旅ガラスさんね、かっこよい、かっこよい。恐怖降参さんね、アマプラとかで見れるからすごいおすすめじゃよ、これ。かっこいい。うちもね、これ全部見た。すごい楽しい。今のネットフリックスでもね、続きあるよりの続き。ねえ、ルローニさんね、渋いよね。いや、でもね、すごい可愛いところとか、かっこいいとか、いろんなの詰まっちゃる。ねえ、面白い、面白い。うわー、クロスさんね、すごいわかる、そうそうそう。ねえ、トグサさんがおるからすごいね、応援してみたくなるね、このアニメ。ねえ、そう、渋い、渋い。あ、ねえ、そうそう、漫画も見てみたいよ、ルローニさんね、そう。漫画も見てみたいの。ってくれたの、イスカフローネ。これもすごいね。これ映画みたいなアニメ。映画みたいなアニメ。音楽がすごいかっこいいの、これ。これもスネ夫さんがすごいかっこいいやつ。ねえ。あ、そうじゃね、これ、菅野洋子さんつながりじゃん。あ、リローニさんね、そうそう、バドーさんも好き。市川さんも好き。これもすごいよね。毎週やりよるんでしょ、これ。あ、そうそう、ケロスさんね、うちもその口、うちもその口。アニマックス。ねえ、すごいかっこいい、これ、ロボット。ねえ、マントがすごいよ、動きよる。あ、ねえ、そうそう、ドラゴンに変形するの、ドラゴンに。いやー、オープニングすごい綺麗じゃねえ。ナルトじゃん、ナルトじゃん。あ、すごい元気の出るやつじゃん。
ね、ゴー。あ、ねえ、ゼルクさんね、そうそう、エスカフローにすごい作画すごかった記憶あるか？ナルトはオープニングすごいかっこいいよね、やっぱり。刻めがおる、刻め。ナルトはあの先生組とかね、すごいよ。敵のあれもすごいかっこいいのいいよね。おお。かっこいいね、やっぱり何回見てもかっこいい。不老者。不老者は草なんじゃよ。アドバンスジェネレーション。おお、ルビサファじゃん、ルビサファ。え、そうなの、オルローニさん。そんなことあったの？いや、イルカ先生嬉しいじゃろうね、それ。ポケモンじゃん、ルビサファ。ユヤマさん、ええー。バクーダー、バクーダーおった。なんかすごい、なんか、あれじゃね、あのメロディーだけのちょっと大人な。こんなすごい、ちょっとあの、かっこいいオープニングあったんじゃ。ねえ、かおちゃんね、すごい、超懐かしい、超懐かしい。ね、スカイゼロさん、同世代。うわぁ、かっこいい！何このオープニング！おぉ、劇場版じゃない？これ。あ、オフボーカル用のカラオケなんじゃ。え、すごいね。いやー、壮大じゃね、壮大。これ知っとる！青い炎で見た！青い炎で見たね、これ。ドラマでやっちゃったやつ。お呼びとあらば、即参上。涙を背負って宇宙の始末。いやー、これもすごい、あれじゃね、島本先生がすごい、オープニングだけは見る価値のあるアニメって言っちゃった、言っちゃった。おー、かっこいいね。あ、初代オープニングとかエンディングとか、ニャ、ニャンズカさんね、今知った。 J9 今知ったね、今知ったね。あ、ルパン三世の元ネタなの？え、知らんかった。おお、かっこいい。あ、ルパンっぽい、ルパンっぽい、確かに。おお、勝った、すごい。え、あ、やっつけちゃうんじゃ、すごいね。国産映画じゃ。ねえ。あ、オープニングやっぱりかっこいいね、すごい。弾丸論破来ちゃう。これね、ゲームやっちょらんのよね、ゲームやりたいんよ、弾丸論破。これもあれじゃよね、声優さんがすごい豪華じゃったね。クジラさん、クジラさん。ねえ、弾丸論破。踊っちゃった、踊っちゃった、そうそう、オープニングで踊っちゃったね、すごい。ドラえもん。ねえ、そうそうね、ドンタコスさんね、そうなの。
ねえ、教皇さんに、そうそう、聞こえてくるね、聞こえてくる。いやー、かっこいいね、かっこいいね。学級裁判。おー、すごいね。やっぱ、騎士さん、すごいね。ゲームとかの、アニメ化したら騎士さんにお任せしたらよいね。ねえ、リュウヒョウさんね、キャラクターがすごい可愛いの。おー、バーロード。これもね、タイトルだけ知っとるの。これってこの、ドクロの人が主役なの？オープニングすごいかっこいい。オープニングかっこいいね、すごい。ええー、面白そう。何これ、何これ。いっぱい、ドラゴンも出てくるんじゃん。ラスボス系主人公筆頭なの？今やってんの？今やっとるの？へえ、前線に出て戦うんじゃの、コードギアスみたいな感じなんじゃん。ドクロと女の人、ねえねえねえ。これが敵かね、これが敵っぽい。おお、この人すごい強そう。この白いマスクの人すごい強そう。これも気になる、オーバーロード。ゲームの世界のアバターに、そんな設定なんじゃ。これ知ってる？これ大好き！これ大好き！ねえ、ドンタコさん、ドクロが主人公なんじゃねえの？ボスじゃん、敵なん、敵じゃないんじゃ。ねえ、これすごい好き！ゆるっとさーん、いらっしゃい！遊びに来てくれてありがとうじゃねえ！フェアリーテールね、フェアリーテール。フェアリーテールもいいよね。うちもね、今ね、なかなかね、そうそう、自分じゃね、そう見れないアニメとかすごい、ここで見れてからすごい楽しいね。ねえ、効果音がついてるアニメは名作。これもすごいかっこいいね。うちこのプロデューサーのね、辰巳さんがすごい好きじゃったね、すごい。ゆるとさんごめんね、お馬さんの調子が良かったね、良かったね。クリットマン来た。ねえ、ゆるとさんごめんじゃよ、すごい今すごい楽しゅうて楽しゅうてすごい。ちょっとコメント見ようとしちゃったね、ごめんじゃよ。ねえ、そう、デルクさんね、そうそう、これ、実写化いけそうじゃねえって思ったね、ほんとに。ちゃんとポケットにスルメ入れといてくれたからね、あれ確か。ねえ、すごいパーフェクトな実写化しちゃった気がするが。オーバーロードと同じ人が、これ今、オーバーロードの人さっきの。すごい。全然違う。いやー、かっこいい、グリットマン。いっぱい携帯出てくるよね、そう、メカの、組み替えして。ねえ、そうそう、特撮からアニメになったよね、そう。
ね、あれじゃの、今やっちょるダブルの先輩じゃ、ダブルの先輩。化け物語じゃ、化け物語じゃ。これもすごいおしゃれ、シャフトのおしゃれアニメ。ねえ、ドンタコスさんね、すごい懐かしい。すごいね、これ写真動かしとるの？スカイゼロさん、そんなことあったの？ アイテム紹介の公式配信で 草じゃねえ、それは。あ、スカイトニードルさんは知ったら？ねえ、化け物語もいいよね、ケイミーマイさんね。ね、これが一番最初なんかの、なんかし、お話ごとにすごいオープニング変わっちゃったよね、すごい。そうじゃったんじゃん、ゆるとぞん。あ、怪我してしもうたの？あー、すごいわんぱくな子なんじゃん。あ、よかったね、よかったね、すごい。お馬さんの体調落ち着いたんじゃね？すごいよかったね、すごい。遊びに来てくれてありがとう。これ知ってる、これ知ってる、キルラキルのところ、おしゃれなやつ。これもすごい、逆サグが崩壊するアニメじゃん。うわー、これ知ってる、これ知ってる。おばあちゃんちで見た！おばあちゃんちで見た！貼ってくれた人ありがとう！これ知っちゃう、知っちゃう、これ大好き！このターちゃんがすごい優しくて好き！あ、ねえ、そうそうそう、ドラマに出とるあれあれあれ、竜が如くの実写でもねえ、出ちゃった人！ねえ、そうそうそう！吸血鬼と戦っちゃったね、吸血鬼と戦っちゃった。ねえ、そうそう、おばあちゃんちのね、すごいテレビに流れちゃったね、すごい。いや、オープニングかっこいいね、すごい。ねえ、なんか、いろいろあるよね。なんか、うちにあと知っちょるね。ダイヤモンド掘る話じゃん。ダイヤモンドの掘る話だけ知っちょる。あ、すごいオープニング綺麗。なになに？手紙バチン！手紙バチン！ゆるっとさんね、ちょっとね、ごめんね。今ね、ちょっとね、締め切ったの。ちょっと時間ね、すごい。みんなね、いっぱい入れてくれたから。ちょっとね、今日はね、これね、全部見切ったらね、今日、配信終わろうと思ってるの。ごめんね。またね、またね、次回もね、この枠やろうと思ってるから、その時にね、入れてほしいが、ありがとう。ねえ、ゆるとさんね、ありがとう。次もやるけんね、その時にまた参加してほしいが。うちね、これね、知ってる、ドロロのキャラデザの人、ドロロのキャラデザの人。漫画がすごい絵が綺麗なんよね。あ、ステレオポニー、あれじゃねえ、さっきのダークアーサンブラックのあれじゃない？ねえ、そう、KBY さんね、すごい。いやー、正直ね、ちょっともしみんながあんまり入れるの少なかったらね、うちのヒボットとかね、そう、ヒボットとかムシシとか入れようかなって、うちリスト用意しちゃったんだけどね、いや、杞憂じゃったね、杞憂。みんなね、本当にありがとう。
そうそう、流氷さんね、そうなの、そうなの。それが分かったらね、そう便利なんじゃけど。これ知っちゃる、これ面白い、これ面白い。今やっちゃる。ねえ、そう、教皇さんね、そうそう、セガやっとけばよかったって思った。いや、うちね、ね、任天堂とかのソニーは知っとるんだけど。ゆるとさんね、動画に登録するのは簡単じゃから大丈夫じゃ。また明日、次、まあ、明日じゃなくて、次の配信時に教えるけんね。うん。大丈夫じゃよ。ねえ、KBY さんね、面白いよ。おじさん面白い、これ。すごいよね、なんかゲームのオープニングみたいだね、昔のね。リュウヒョウさん、ごめん。ごめんね、ごめんね。ちょっとね、うちゃんね、明日からはね、ちょっと配信難しくなってしまうよ、ちょっと。次に配信できるの、多分来週からになるね。ねえ、まさひろさんね、そうそうそう、うちもないよ、あんまりセガ触らんかったね。パープアカー。ねえ、そうそう、ドンタコスさんね、そうそう。いやー、元気が出るオープニングじゃん。うんばば、うんばんば、うんばんば。ねえ、そう、旅ガラスさんね、そうそう、毎週見る習慣だいぶ減ってしまったよね。ゆるとさん、プロセカが気になったらね、あれもなんかの音ゲーじゃよね、うちもあれやってみたいか。いやー。うんばば、うんばうんば。みんな顔がこわもてじゃね、すごい。ねえ、すごい。キャラが濃ゆいね、濃ゆい。ガンマ弾が逆要素強いのにやたら強い。そうなんじゃ。これもちょっと前にやっちゃったやつじゃん。これあれないよね。クボのキャラクターの子が主役なんよね。ねえ、クロスさんね。そうそう、パプアくん、パプアくん。スカーレットニードルさん、え、自爆くん、自爆くん。なんそれ、なんそれ、すごい気になる。なんそれ。パプアくんとは別の漫画？映像綺麗だね、すごい。ねえ、まさひろさんね、そうそうそう。ね、タイトルを集まってるね、すごいね。すっごい目を引くもんね、雲じゃもん、雲。CG ね、すごいよ、動きよる。やっぱりすごい、ファンタジーってすごい、世界観がね、どんな世界観か気になるからね、そう、ワクワクするんよね。流氷さん、クモ好きなの？自爆くん、アニメもあるんじゃ。え、すっごい気になる、ちょっと。テイルズ。ね、この歌すごい有名、有名。ね、歌っちゃる人は同じだけど、ラフメーカーじゃないよ。ね、アミス、アミス。ね、オープニングがすごいんで、知っとるが、オープニングがすごいんで。
本当、配信やっちゃったの？ええー、知らんかった。これもゲームだよね、ゲーム。あ、まさひろさん、バンブーブチキン好きなんじゃん。あ、ねえ、そうそう、ドンタコスさんね、そうそう、知っちゃる、知っちゃる。ねえ。かっこいいね、すごい。やっぱこのファンタジーでいろんな武器とか能力持ってるキャラクターいっぱい出るから好き。ブリッジの民。あ、ねえ、そうね、セブンさんねえ、そう。なんか歌詞もやっぱりゲームとリンクしとるね、本編と。これは知らないかも。空、空？おー、背景綺麗じゃね、すごい。あ、すごいオープニング綺麗。あ、本当？ケイビーマイさんね、アビスにやってみたいね。なんか、RPG ゲームじゃよね。あ、花田十喜さん。あ、ゲームクリアした方が楽しめる。あ、本当に教皇さんね。あ、よかったね。そう。アニメはね、なんかの、点々とちょっとだけ見たことがあって、で、ちゃんと全部は見とらんからね。ゲームね、ちょっとやってみたいが。あ、長崎が舞台なの？あ、すごいいい傘持っちゃる。いやー、なんか面白そう。ノマド、あ、知らないところかも。え、そうなんだ、セブンさん。知らずに作ったのに、そんなになんかの、本編と繋がっておるような、こう、素敵な音になったの？すごいね。スカーレットニードルさんね。それ、レイアースじゃない、レイアース。いやー、あれも貼りたいね、すごい。これ好き、これ好き、パリピ孔明、すごい好き。あ、そうなんだ、ノーマットはマットハウスから独立した人が、ええー、そうなんだ、神楽坂さん、初見さんいらっしゃいじゃよ。遊びに来てくれてありがとう。ええー、マットハウスからなんじゃ。そうそう、教皇さんに、そうそう、うちもそっちの人。でもね、見たらびっくり、すごい楽しかったの。いや、みんなで踊るの好き、店長さん、すごい好きじゃね、店長さん。ねえ、まさひろさんね、見てほしいが、1話とかには。あ、そうなんね、クロスさんね。あ、地元が舞台のを調べたときに。ねえ、長崎のアニメなんじゃ。カルちゃんとか喜びそうじゃね、すごい。魔王ユー。ねえ、ナッツ。どうじゃろうね、マリアさんね。人によりけりじゃからね。でも、スパイファミリー持ちすごいの面白いと思うが。
これもファンタジーものじゃねえ。バオユー。狼と香辛料の続編とか言われちゃった。え、そうなんじゃ。なんか、狼と香辛料もなんかすごい経済アニメみたいな。ね、すごいお勉強になるアニメって聞いたか？ね、あ、ねえ、そう、スカーレットニードルさんね、そうそう。ね、なかなかね、そう、全部見るのはね、難しいよね、そう。あ、福山さんと小清水さん。あ、そうなんじゃ。あ、アルペジオ、アルペジオ。なんかこれも映像がすごいとかで聞いたことあるわ。おお。戦艦じゃ、戦艦。あ、にゃんこさんこれ大好き。あ、カンコレとコラボしとったんね。なんかね、そう、船の CG がすごいって聞いたね、船の CG。あ、フル CG のアニメなんじゃ。すごい！めっちゃ綺麗じゃない？すごい、あ、名前入っちゃる。あ、これはカンコレとコラボしそうじゃねえ。あ、ねえ、そうそう、まつひろさんね、そうそうそう。商人さんのアニメなんよね。これもすごい面白そう。あ、ビーム出た。でも、全然今見てもなんかすごい、ね、謙遜、なんかすごいクオリティ高いね。あ、メケロニットさんいらっしゃい。今みんなでね、オープニング見ちゃるんよ。ある意味、キチンカニメ。あ、これこれ、すごいオープニングすごいって言われちゃったやつ。なんかの、毎回変わるみたいなの聞いたか？あ、ゆるとさん、了解だよ。ね、聞いてらっしゃい。あ、スイカ割りが近いんじゃ。いいな。行ってらっしゃい。すごい。ね、かっこいいね、すごいオープニング映像。あ、変化パターンがありすぎる。なんかね、そうそう。なんか日本語のやつとかも悪いよね、日本語のやつとかも。あ、まるちゃんね、投資で見た方がいいやつね。1分半で収まらんやつ。あ、なんかうちが知っちょるのともちょっと違うもん、なんかキャラクター見えちょったはずなのに、シルエットになっちょる。ねえ、シャフトすごいよ。おしゃれなオープニングいっぱい作れよるね。ねえ、かまちゃんになんか、いろいろ歌い方も変わっちゃった気がする。不思議遊戯。え、なになに？初めて見るかも、これ。なになにこれ？面白そう。おお、え、綺麗、すごい。あ、キャラクターが見えるのは最終回なんじゃ。さっきの、イフよね、イフ。イフ。ね、そうそう、まさひろさんね、うちもタイトルざとしちょるかな。十二国旗じゃないよね。うわ、キャラデザかわいい。おお、動く動く。
これどんなお話なんだろう？面白そう。あ、これも異世界転生ものなんかね。僕地球、テライじゃなくて、テライじゃなくて。旅ガラスありがたい。今度またやろう、今度またやろう。これね。みんなバラバラすぎじゃない？ちょっと すごい後ろでなんかいろいろ聞こえるんじゃけど、ねえ、すごすぎた。みんなで歌っちゃる、歌っちゃる。じゃじゃじゃん。ね、おもちゃがすごいよね。ビートを集めたりする。おもちゃがすごいの。ねえ、まさに、銀玉みたい。元祖かもしれんね、これ。いや。消えたコンボイのバナナ、これも すごい、テロップもめっちゃ遊んじゃるにゃん。あ、9まで真面目なんじゃん。ねえ、声優無法地帯納得。ヒロアカじゃね、ヒロアカ。今最新話が大変なことになってるヒロアカじゃ。ねえ、ヒロアカ、ヒロアカ。映画もね、すごいね。作画すごいよね。いやー、やっぱりアニメは絵が綺麗じゃね、本当に。ねえ、まるちゃんね、そうそう。いや、これも面白いね、これも。ねえ。あ、次は。東宝ってアニメあるの？アニメあるの？ゲームだよね？これゲーム。知らんかった。アニメになっちゃったんじゃ。幻想万華鏡。知らなかった。あれだよね、弾幕ゲームのやつ、シューティングゲームのやつ。知らなかった。アニメになっちゃったんじゃ。立ち絵しか知らんから、すごい動いとるの初めて見るね。すごい。いや、キャラクターかわいいね、ほんとに。ねえ、強行さね、そうそうそう。いろんなキャラクターがおるのが楽しいね、東宝。おー、すごい！むちゃんこ動く、むちゃんこ動く。すごいね。
が YouTube でのみ公開されとるんで。最後にクレジット流れとる。二次創作だ。今の公式じゃない。公式じゃないんじゃ。すごすぎ。ガンダムウィング。ほいじゃほいじゃに旅ガラスさん、よかったらゲームのオープニングちょっと貼る準備してもらってもいい？ちょっと一時的に解放するが。はい。よかったら旅ガラスさんのゲームのオープニング最後貼って、それラストにしたいね。いやー、もったいない。もっとやりたいけど、日付またいでしまいそうじゃからね。ちょっとこれラスト。いやー、ウィングかっこいいよね。はい。旅ガラスさん入れてくれた。ありがとう。一旦閉じるよ、閉じるよ。よいしょ。アヌビスじゃん、アヌビスじゃん、知っちゃる知っちゃる、これタイトル知っちゃる。タミガラスさんありがとうね。これ最後にするね。とりあえず書くか、とりあえず書くか。ゼルクさんね、ゼルクさんね。トロワも好きじゃし、トロワも好きじゃし、デュオも好きじゃし、トロワ、トロワが好きかも。ゼルクさんのやつ、トロワが好き。トップを狙え。ねえ、まるちゃんね、トレイズ様もいいよね。ねえ、まさひろさんね、トロワいいね、トロワ。おー、すごいね。ナディアと同じですごい。作画すごいね。ねえ、そう、デルクさん、わかるわかる。そうそう。サーカスのお話とかね、そう。ガンダムもすごい強いの。トロワのガンダム。トップガンとエースをね、トップガンも入っちゃったんじゃ。へえ。そうなんじゃ、教皇さん。ね、エースを狙いみたいなのわかっちゃって、トップガンが混ざっちゃったんじゃ。なんか納得。ねえ、そう、まるちゃんね、この若本さんはすごいかっこいい若本さん。銀エーデンと同じぐらいかっこいい若本さん。きっちゃん、これラスト。ねえ、どんたこさん、そうそう、ついつい、ね、悩むね、すごい。この方で知ってるかもしれん。本当にこれすごいな、やっぱり。おお、かっこいい声聞こえある。20年前。おお。メタルギアソリッドの人に、メタルギアソリッドの人。オービタルフレーム。すごい、本編のダイジェストみたいな感じ。あった？おー、かっこいい。かっこいい。ねえ、まさひろさん、すごいかっこいいね、これ。これゲームなんて、ゲーム。ねえ、そう、セルクさんね、そうそう。いや、みんな本当に、みんな本当にありがとね、すごい。むちゃくちゃ楽しいね、この配信。へえ、すごい。これ20年前、嘘でしょ？
え、メタルギアの別で、ロボット。これ面白そう。いや、井上さんが出てるのが最高だね、すごい。いやー、ブルブル来ちゃう。あ、ふかふか飯さんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとうね、今。すごいオープニング見てるよ、みんなで。あ、ロボットはジェフティン。ねえ、マニタロウさんかっこいいね、これ。すごーい。あ、これもしかしてゲームの映像。すごーい。面白そう。羽が生えたロボットじゃん。おー。あ、バリアも張っとる。おー、かっこいい。PS2 なの？これ PS3 とかじゃなくて？ええー。あ、ねえ、ドンタコスターね、ちょっとこれ、ゲームオープニング限定も良いかもしれんね、ほんとに。ねえ。敵を掴んで相手に投げたり、そんなことも盾にできたりもするの、すごーい。ロボットなのに寿命が削られちゃうの？え、大変そう。あ、エイだ。主人公のロボットすごい。ジェフティすごい強そう。あんまり強い力使いすぎるとすごいデメリットが発生するゲームなんかな。ええー、面白そう。あ、敵もいっぱいおるね、すごい種類。これ、何ステージぐらいあるんじゃ、すごい面白そう。敵もいっぱいバリエーションある。ねえ、そう、ドンタコスさんね、ちょっとゲームオープニングはね、ゲームオープニングでちょっとくくった方が良いかもしれんね、ちょっと。あ、ジェフティーとアヌビスは違うの？ま、ね、アヌビスゾーンオブジエンダー。下月さん。ね、アニメ、回転アニメもあるの？あ、スチームにあるの？スチームにあるの？これ。おお。おお、面白そう。すごい面白そう。いや、これも全部見せてくれてない。全部見せてくれてない、これ。何？いや、すっごいかっこいいデザインだね。ドラゴン、鳥みたい。あ、本当丸ちゃん。慣れたら遊びやすい。オープニング、すごいね、アニメが流れちゃうね、すごい。ディンゴ、ディンゴ？ノーマン。アヌビス VS、あ、アヌビスが敵なんじゃん。あ、ドンタコスさんね、ネタバレありがとう。いや、そのネタバレはすごく安心するが。え、思い通りに動かして、すごい。あ、これが敵、これがラスボス。
十郎太さんじゃね、おお、すごい。いやー。もう本編まるまる見とる気分じゃね。ハイスピードロボットアクション。プレイステーション2すごい。ゲームは重力から解放される。わっちゃった。すごいオープニングじゃった。旅ガラスさんありがとね。すごい、最後すごい楽しかったね。アクションが苦手な旅ガラスさんでもクリアできた。楽しいゲーム。みんな拍手ありがとね。旅ガラスさんありがとう。ね、みんなもすっごい素敵な、いろんなオープニング貼ってくれて本当にありがとうじゃね。ねえ、すっごいボリューミーじゃった。今何時？もう11時になってしまうね。すごい楽しかった。ちょっともったいないね。このままね、いろいろまだまだ見たいんだけど、ちょっと。今日もね、一旦これで終わろうと思うが。ねえ、ハトさんありがとう。ちょっと一旦場所変えるね。ねえ、すごい楽しかった。みんなありがとう。パプア君とかターちゃんとか、ねえ、ヤットとか、ちょっともう、ねえ、ちょっと名前もあげられんくらい、そう、みんな、いろんなの貼ってくれてありがとうの。パリピ孔明とかね、そう。うちもね、ちょっと、日本昔話とかちょっと用意しとったね、日本昔話。ねえ、ゾイ、ゾイ。さっきのやつね、PS2 初期の名作。アヌビス、続編なので名作を訳。今のって続編なの？初代があるんじゃん。ええー。そうなんじゃ、旅ガラスさんね。セイントセイヤもすごい良かったよ。ありがとう。ねえ、そうそうそう。まさひろさんに、そうそう。昔のも見た。ゴーストスインパーも良かった。ゴーストスインパーも。ねえ、みんなね、面白かったよね、あさかさん。本当にありがとう。ちょっとね、みんなでね、競馬のレースとかね、そう、関連動画すごいね、みんなね、すごい、チョイスがすごいね、みんな、センスね、爆発しちゃったからさ、そう、こういうジャンルだとどうかなって、ちょっとね、試しにやってみようと思っちゃったの。いやー、みんなね、本当にありがとう。ね、すごい、配信でね、そう、みんなでこう盛り上げれる、すごい参加型みたいに楽しかったね。ビッグオー、ビッグオー。ねえ、旅ガラスありがとうね。あれ、すごい楽しかった。ウルフズレインもすっごい良かった。あれ、かっこよかったね。あれ、ちょっと調べたいね、あとね。ルローニさんもね、ありがとう、ありがとう。スカーレットニードルさんね、第2弾でやろう、第2弾でやろう。次もまた枠取るが。ねえ、ありがとう、みんな。次はね、ちょっとまた早めに枠取ってね、みんなになるべく、ね、早くお知らせにするようにするが、みんなの。ね、結構ぶっつけ本番みたいなところあったけど、すごい、うちの無茶ぶりにしっかり答えてくれて、本当にありがとう。すっごい楽しかったよ。ねえ、ドンタコスさんね、そうそう、うちもね、脳みそいっぱい刺激された。ねえ、すごいね、やっぱり、オープニングはやっぱり、いろんなすごい、作品のね、すごい、看板になるよりか、すっごい出来が良いね。漫画もおすすめね、かまちゃん。ね、セイントセイヤすごい名作じゃもんね。海外でもあれじゃもんね、アニメ作れちゃうの見たか？ねえ、ちょっと漫画も調べてみる。ありがとう。ジョジョと、セブンさんありがとうね。ね、ありがとう。あさかさんね、本当にありがとうじゃ。そう言ってもらえたらすごい嬉しいね。おいじゃおいじゃね、ちょっと名残惜しいんだけど、そろそろね、もう締めの挨拶するが。教育講座ね、ヤマトオッケー、ヤマトオッケー。ね、39とかも入れてもよかったかね。
いでおいでね、よいしょ。ここまで見てくださってどうもありがとうございました。高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。あ、ドンタコスさんね、ハガリンね、よかったよ。すごいユチャのオープニング大好きだから嬉しかったね。ね、ここからはね、お名前呼ぶになるので、ちょっとね、先にご挨拶だけさせてもらうが、ね、今日はね、同時視聴、みんなと作るアニメオープニングメドレーに遊びに来てくれて、本当にありがとうございました。あとね、次回はね、また、ツイッターでね、ちょっと明日からはちょっとうちね、事情でからちょっとね、ちょっとね、配信も難しくなっちゃうの。またね、来週くらいになると思うから、その時はね、ツイッターね、連絡するが、よろしくね。あ、みんなおつむい、ありがとうじゃね。ほいじゃほいじゃね、みんな、お疲れ様じゃよ。おやすみなさい。おつむい。はい。ほいじゃほいじゃ、ちょっと待ってね。YT さん、遊びに来てくれてありがとう。アンさんも、遊びに来てくれてありがとう。大好き猫さんも、遊びに来てくれてありがとうじゃねえ。ヒロスンさんも、遊びに来てくれてありがとう。ラクちゃんも、遊びに来てくれてありがとうね。トリカラさんも、遊びに来てくれてありがとう。フィルさんも、遊びに来てくれてありがとうね。ヒロフミさんも、遊びに来てくれてありがとう。ジュンさんも、遊びに来てくれてありがとうね。ヒロポンさんも、遊びに来てくれてありがとう。ジュノさんも、遊びに来てくれてありがとう。ラビニさんも、遊びに来てくれてありがとうね。カグラザカさんも、遊びに来てくれてありがとう。リュウヒョウさんも、遊びに来てくれてありがとう。ユルットさんも、遊びに来てくれてありがとうじゃよ。マリアさんも、遊びに来てくれてありがとう。あ、下月さんね、うん。今ね、考えちょるのは、アニメと、特撮と、ゲームのオープニング考えちょるね。これでね、もしまた、好評じゃったらね、すごい、エンディングとか、あとね、映画の予告とかもちょっとやってみたいね、すごい。本編が全然始まらないね。映画館みたいな感じでやりたいが。クロスさんも遊びに来てくれてありがとう。ふかふかみさんも遊びに来てくれてありがとう。まるちゃんも遊びに来てくれてありがとう。ルローニさんも遊びに来てくれてありがとう。セブンさんも遊びに来てくれてありがとう。つみきくずしさんも、遊びに来てくれてありがとう。あ、ドンタコスさんね、そうそうそう。ね、おすすめのゲーム音楽とかね、わかるが。ね、ちょっと考えちょくね。月の輪さんも、遊びに来てくれてありがとう。かわちゃんも、遊びに来てくれてありがとうじゃね。まさひろさんも、遊びに来てくれてありがとう。スカーレットニードルさんも、遊びに来てくれてありがとうじゃね。恐怖王さんも遊びに来てくれてありがとう。マヌ太郎さんも遊びに来てくれてありがとうじゃねえ。ブクロニットさんも遊びに来てくれてありがとう。ハトンさんもね、遊びに来てくれて本当にありがとう。カミガラスさんもね、今日ね、最後素敵なオープニングありがとう。遊びに来てくれてありがとうね。アサカさんも遊びに来てくれてありがとう。佐野のニャンコさんも遊びに来てくれてありがとう。スカイゼロさんも遊びに来てくれてありがとうね。KBY さんも遊びに来てくれてありがとう。ゼルクさんもね、遊びに来てくれてありがとう。下月さんもね、遊びに来てくれてありがとう。ドンタコスさんも遊びに来てくれて本当にありがとう。はい。もういいじゃん、もういいじゃね。よいしょ。みんなありがとう。今日のね、配信はこれでね、ちょっと寂しいんじゃけど終わるが、またね、配信ね、枠取ったら連絡するけん、その時にはね、
YouTube の URL ね、ちょっと、手元に書いてね、遊びに来てほしいが。ね、今日は本当に遊びに来てくれてありがとう。うちにとってもね、すっごいゲームありすぎる、ほんまに。大丈夫そう、みんな。うちね、ちょっと今、思いつくのね、1個とか2個ぐらいじゃね。ね、みんなにお願いするね、じゃあゲームの枠取るときは。ほいじゃほいじゃ、よろしくね、みんな。次も楽しみにしておいて。おやすみなさい。おつむい、チャンネル登録ありがとう。すごい嬉しい。ヨンタコスさんによろしくね、これからも。まだね、こんな感じでね、同時視聴やるけん。よかったらね、遊びに来てくれたらすごい嬉しいが。本当にありがとう。おやすみなさい。おつむい。みんなありがとう。またね、一緒に遊ぼうね。おやすみなさーい。